んにちは、戸田悟です。以前もレビューしましたコーフォーのですね、ビジネスチェアですね、コーフォーチェアプレミアムに白が登場したので今回レビューしていきたいと思います。組み立てからね紹介したいと思いますので、ぜひねそのあたりもチェックしながらご覧いただければと思います。今回はですね、コーフォーチェアプレミアムのホワイトが登場したので組み立てからねお届けしていきたいと思うんですけれども、実はですねこの製品前に僕レビューしてまして、あれからもう多分ね半年以上経ってると思うんですが、実はですね毎日仕事のメインの椅子として使ってます。今のところですねきしみ音とかも全くなく快適に利用できてます。まあ特にメッシュなんでね、これ夏場は涼しくていいですよね。ということで今回新色の白ができたので、ぜひですねその辺もね、白いこれビジネス向けのチェアって僕初めて見るので、組み立てたね、完成した姿がとってとても楽しみなんですよ、ね、それを含めて皆さんもチェックしていただければと思います。で今僕の横にですね、まあ、僕が小さくこうなれば入れそうなぐらいの段ボールがあるんですが、この箱の中に今手前に置いてあるねこのパーツが全部入って届きます。でこれを組み立てていく必要があるわけですね、はい、でこのね今パーツを下に引いているこのね、いわゆるこうプチプチみたいな布がね、こうありますけれども、これもねちゃんとついてくるというですね親切な、メーカーなので、床にねあまり傷をつけることがなく組み立てられるのではないかなと思います。すいませんちょっと今日僕ね声が出ないんですけれども、動画のね撮影を止めることができないので申し訳ないんですけれども、この声でお楽しみいただければと思います。さっきお話したようにすでにですね色違いのモデル組み立ててはいるんですね。なのでまあ経験はあるんですけれども、一から紹介しますね。説明書がですねちゃんとこう日本語で手順を追った説明書がこう全部ついているので、安心してね組み立てていけることができると思います。でまあ最近ですねこういうビジネス向けのチェアとかゲーミングチェアって完成品組み立て上がったのが届くタイプと、こういう組み立てるものが届くタイプあるんですよ。それぞれ長所と短所があると思うんですが、まずですね組み立てる短所ってもちろんめんどくさいことですよね。組み立てめんどくさいですよね。ただこれね大きいとはいえこのサイズの箱で来るので、どんなお家にでも結構入ると思います。これ完成品だとねドア通んないとか結構あると思うんですよ。まあ、そこのね選択だと思います。であと組み立てがね、例えばお子さんと一緒に夏休みに組み立てるとかちょっと楽しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。僕もどちらかというと組み立ては嫌いではありません。はい、ネジの類もここについてまして、この六角レンチでね基本的には回していくようになってますが、僕はですねドリルというかですね電動のドライバーに六角レンチを、つけたものも利用していきます。でこう手袋入ってますから手荒れが気になるとかね、手に傷つけたくない方はもちろんねこの手袋を利用していきましょう。僕もね手袋を使って組み立てていきます。はい、で手袋装着しました。これでね組み立てにかかります。それでは手順にのっとって、まず最初にですねこのキャスターを足のベースにね、入れていきます。まあこんな感じですね、はい、もうこれはこの作業は非常に簡単です。はい、これはもうこれで終了ですね。でこれを裏返しにしまして、はい、でねちょっとここで気づいたんですけど、これ本体がねホワイトなんですけど、これタイヤまで白いんですよ。これなかなかですね全体が美しい仕上がりを予感させてちょっと嬉しくなりますね。はい、でここにですねシリンダーですね、これを入れます。下の太い方がこのね太い方が下になるという形でこうやって入れるだけですね。はい、こんな感じ、はい、ここまで簡単ですね。はい、この座面にですねフットレストをつけていくんですが、まあ、ここをね差し込んでネジで留めるだけなんですけど、その際のネジもここにですねちゃんとフットレスト用ネジと書いてあるので、まあ、失敗することはないと思います。ここにねフットレスト用ネジと書いてあるので迷わず使えるはずです。はい、それではネジを締めていきますけれども、僕はこの、ね、今回電動のドライバーを使います。まあこの電動ドライバーね1個持ってると
家具の組み立てにはねとても役立つので結構おすすめですね。1万円もしないで買える製品がかなりあると思います。はい、ということでフットレストがつきました。キャスターにですね椅子の台座の部分を乗せました。ここにですね今度はこれね、肘掛けをつけていきます。はい、こんな感じですね。アームレストは中からネジを止めるんですがドライバーが入んないので、ね、ここは手動で締めていきます。作業両方セットしました。はい、続いてですね座面と、背中の部分ですね、それをつけていきます。ネジを4本締めました。ここはですね力のかかる部分なんで、このね付属のドライバーで増し締めをします。結構ね電動だけだと足りないですね、はい、続いてヘッドレストをですねスライドさせてつけると、まあこんな感じですね。はい、中央部分につきました。続いてですねハンガーとフックをつけていきます。こんな感じですね。ヘッドレストの後ろ側がつきました。これハンガーですね、服がかかります。こうフック、ここにもですね例えばカバンを下げたり、服をねハンガーにかけて下げたりという形で使えます。僕は普段あんまり使ってないんですけどたまにここにね、服をかけてます。はい、ということで完成しました。非常にですね美しいですよね。真っ白です。でこのね、フレームの部分というかねここはですねこれ、ここはステンレスだと思うんですけどもこの輝きがですねめちゃくちゃ美しくて白に合ってますよね。この辺も真っ白ですね。黒い部分が一切ない白と金属のですね、デザインということで非常に清潔感があって美しいですよね。僕はですねこれもできてみてから、まあ、作ってる工程見てるので一目惚れも何もないんですけどできてかなり一目惚れしました。ただねやっぱ黄ばんできたりとかねコーラこぼしたりとかちょっと怖いですよね。とはいえそんなに染み込まないと思うのですぐ拭けば大丈夫じゃないかなと思っております。とにかく非常に美しいですね。手に触れる部分は樹脂なので、汚れたらですね中性洗剤をまあ、雑巾とかにね布につけて固く絞って拭けばそこそこ綺麗になるんじゃないかなと思っております。まあ、こういうところにですね色のついた繊維が入っていくとちょっとね汚れてくるかもしれませんがまあそこは仕方ないですね。こんなにですね白くてかっこいいビジネスチェア僕は初めて見ました。それでは機能の説明をしていきます。まずここのレバーで上下がねできます。こんな感じですね。これはもう皆さんね、お馴染みだと思います。で、さらにね、もう一つレバーがありまして、これで前後面がこう出せます。今目いっぱい出してますね。はい、で、こうね、前後に座面をスライドすることができます。で、ここでね、感じるのが、ちょっとこうね、ポイントはここなんですよ。ここ。腰の部分がかなり前に出てます。で、かつ、これがですね、ちょっと柔軟性があるんですね。で、座ってる時に、腰にむちゃくちゃフィットするんですよ。なので僕この椅子ね色違いを今メインで使ってますけど腰が僕結構良くないのでこの椅子を使い始めてから結構僕はですよ腰痛が解消できております。非常にねそこはいいなと思っております。はい、腰にねしっかりこう当たるんですね。はい、はい、続いてこのアームレストなんですけれどもこれがですねまず高さ調整ですよね。それから左右さらに角度さらに前後とこうですね柔軟に調整ができるので僕の場合は高さを合わせて肘を乗せてキーボードが打てるようにして使っています。座って左側面のこのレバーでですねリクライニングのオンとオフができます。はい、それではリクライニングを倒してみましょう。まあ、こんな感じなんですけどもうほぼですね気分は王様ですよね。
もう仕事しながらですね、僕もたまにですね、こうやってリクライニングをして、考え事をしたりとかね、スマホを見ながらこうやってリクライニングで傾けてのんびりしたりしてますけれども、その時にねポイントなんですけど、このねリクライニングの反発具合をこっち側のレビュー、こっち側のですねこのダイヤルで40段階約ですね40回転するんですよ。で40段階で力をね変更することができます。要するに柔らかく寝るのか固めに寝るのか、僕はね結構体重かけた固めの状態でこうリクライニングするのが個人的には好みです。そこはね皆さんの好みに合わせて設定が可能です。さらにですねここからフットレストを出すことができます。こんな感じですね。これとリクライニングと組み合わせるともうほぼ寝られるという感じですね。ただねちょっと部屋が狭いと足ぶつかっちゃうんで広めの部屋の方におすすめですね。ただこのフットレストも距離をね調整できるのでこれぐらいでもいいかなと思います。さらにですね身長等に合わせてこの座面の高さも調整可能ですね、はい、こんな感じでね途中で止めることもできます。まあ、動くのは5センチぐらいかと思います。はい、ヘッドレストの角度も調整可能ですね。こんな風に僕はね結構これぐらいで使ってます。首がね当たる感じで使ってます。今完成したのでちょっと細部を見ていきたいんですが、全部メッシュなんですよ。ちょっとね反対側も若干こう透けてるかと思いますけども、僕の手は見えないかな、少し見えるかな、はい、透けてるかと思うんですが、通気性が高くて夏場にはね非常にいいと思います。まあただね色が白なので汚れは気になりますけれどもね、はい、でアームレストも真っ白なんですけど、ここね実は柔らかい素材なんですよ。ちょっとカメラでどこまで映ってるか分かんないんですが、結構ねふわっと、ちょっとねふわっとしているので手のね負担も少ないと思います。これね柔らかい素材になってます。でこの辺は全部硬質な樹脂、硬い樹脂の白でできています。以上広報チェアプレミアム紹介してきました。新色のホワイトですね、いかがでしたでしょうか。実はね前の色と機能性能は変わらないんですよ。気になる価格は 99,800円が今割引になってまして 79,999円なんですね。以前グレーをレビューした時は僕72点つけたんです。でそれからですねもう半年ぐらいずっと座り続けて結構ね評価高まりました。今回は価格もね7万円台になったということも合わせて80点つけたいと思います。たださっきもお話しましたけど、皆さんにぜひ注意していただきたいのは、白はめちゃくちゃかっこいいんですけど汚れるかもしれないので、そこはもう自己責任で黒かグレーを選ぶかホワイトを選ぶか考えていただきたいなと思います。で僕は今買うならですよ、黒グレー白と3色ある状態で今買うなら迷わず白を選びます。汚れますけどね、男らしい買い方っていうわけですよ。まあとにかくねこんな綺麗な真っ白なね、ビジネスチェア見たことないと思いますけれども、僕も初めて見ました。斬新で自分の部屋やねオフィスがパッて明るくなるような色合い、とってもいいですね。デニムで座ったらもしかすると一発で青っぽくなっちゃうかもしれないなと思いつつ楽しんで組み立ててきました。以上広報チェアプレミアム白紹介しました。いかがでしたでしょうか。今ね僕座ってんの実はグレーモデルなんですよ。非常にいいと思っております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただきますと戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。戸田悟ファンクラブでは毎月僕がね、レビューした製品の一部、月によって変わりますけれどもミニ PC だったりね、充電器、キーボード、いろいろなものをですね抽選でプレゼントしておりますので、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。